もしもし、あ、どうもお世話になっております、辻元です。はい、お世話になっております、辻元でございます。はい、もしもし、あ、どうもお世話になっております、辻元でございます。あ、いい人生がね、丸い円のようになることがあるでしょう。毎日似たようなことをしてね、ぐる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 と回り続けるの。闇雲に頑張ってね、違和感もなく同じことを何度も繰り返すだよ。感じるってどういうことかって、変わらない毎日にふと変われる、そう思うことじゃないかね。そんな時は知りたい気持ちで心がいっぱいになるのさ。いろんなことが目に留まって、いろんな音が聞こえてくるのさ。するとね、くるくる回ってた円がひょいっとうねるの。曲がってうねって新しい線になる。姿も形もすっかり変わって自由になるだよ。人生はね、儚いよ。ほら、どんどん過ぎていくでしょう。だから一瞬一瞬を体いっぱいに受け止めないとね。感じるとか生きるってそういうことさ。